5万本の彼岸花を見に行きました。ここは高知県高知市土佐山、高知市北部の山の中にあります。ホテルオーベルジュ土佐山の駐車場に車を止めました。地域住民が20年前から彼岸花を植えてきました。現在では5万本あるそうです。ところが今年は猛暑の影響でまだ二分咲き、見頃は10日くらい先のようです。それでも美しい彼岸花を見ながら川沿いを歩きました。暑かったのでソフトクリームが美味しかった。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。とくちゃんです。このチャンネルでは日本一の清流仁淀川関係の動画、さらには世界中を旅した動画をアップしています。いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。さて今日は高知市土佐山のオーベルジュにやってきました。あそこに見える建物がオーベルジュで、ここがトントンの店っていうショップがあります。で駐車場、広い駐車場、これが第一駐車場で第二第三と下の方にあります。でなぜ来たかというとですね、彼岸花がここ綺麗だということでやってきました。そろそろ彼岸花咲いてるんじゃないかなと。あ、そこに書いてる、はい、9月22日彼岸花感謝祭があるそうです。10時から15時までオーベルジュ土佐山駐車場、トゥクトゥクが来るんですね。これがトントンのお店です。イノシシの木像があるわ。頂上は非売品です。わからない、トントンの店で聞いてみます。彼岸花、この道を戻ったところ、通ってきた道、あの彼岸花が咲いてるなと思ったんですが、そこがその彼岸花を植えているところだそうです。で気がついたんですけどね、来る時にちょっとあまりにもこう寂しいんで、まさかここじゃないだろうと思ったらそこだったそうです。あのいつもだったらこうもっと咲いてるそうなんですが、今年ちょっと遅くてですね、で22日彼岸花祭りやるそうなんですが、その時にもまだちょっと早いんじゃないかとトントンの店の方はおっしゃっておりました。で今その彼岸花が咲いている畑に向かっております。なんか古い家があるね、これ。ずっと言うほど、うん、じゃあ帰りはこっちを取りましょうかね。彼岸花ぼつぼつ咲いてきたところっていう感じでしょうか。車道をずっと戻ってきました。でここが田んぼになってまして、田んぼの土手ずっとこの彼岸花が咲いてますね。ずっとこんな感じで2万本植えられているっていうことです。歩いていくオーバー、ずっと山の斜面ぼつぼつ彼岸花咲いてますが、これが一面彼岸花で埋まるそうです。車でこの左側から来てここを入ったんですね。でオーベルジュに行きました。で左行くと高知市の中心街13キロで、土佐山の役場があるところが6キロで、右へ行くと鏡村6キロで対岸渡ります。はい、川こんな感じですね。とっても綺麗です。では対岸を歩いて戻ろうと思います。この県道、
かなり細くてですね、行き違いも困難なんで、まあ、あまり行かないことをお勧めしますが、オーベルジュに行くにはこれを通らないといけないんですよね。ずっと歩いてきてオーベルジュ、土佐山が見えました。川の対岸ですね。ではあの橋を渡ってオーベルジュに戻ろうと思います。オーベルジュはあの本館の方にも宿泊施設あるんですが、こちらがコテージになってましててね、まあ、あの一軒家タイプで過ごせるタイプです。ただあの食事の時はね、本館の方に行かなきゃいけないんですよね。お風呂も確か本館にしかなかったと思うので、はい、雨とかあの雪とかそういう時はなかなか辛いですよね。この橋を渡っていかないといけないんで。お、揺れとるわ。揺らすオーバー。これが宿泊棟です。こっちはずらりとマンション形式ですね。なかなかね、こうセンスが良くてですね、おしゃれな空間になってます。ここが絶景テラスなんですが、ちょっと暑いね。川を見ながら向こうに彼岸花も見えていいとこなんですけどね、もうちょっと涼しければいいけどね。閉まってた。そうだね。ああ閉まってました。残念でした。戻るしかない。結局正門の方まで回ってきました。あ、思わぬ。ああ残念でした。本日は休館日。そうですね。2日も、はい、水木が休館日だそうです、はい、残念でした、はい、トントンのお店に戻ってきました。ここでソフトクリーム買いました。さっぱり白桃にしました。じゃあ食べてください。305円でした。あ、おじいが、はい、西山からの風を吹いてください。西山からもう指定されています。あ、すごく白桃の桃の香りがすごく強いです。香料入れすぎちゃうかぐらい入ってますね。味も強烈で。はい、まあ、あの桃というのは誰でも分かりました。